久本古墳は、香川県高松市新田町にある古墳。形状は円墳。高松市指定史跡に指定されている。本項目では、久本古墳の北にある山下古墳についても解説する。香川県中部、高松平野東部の立石山勢力に築造された古墳である。これまでに、墳丘は大きく作兵を受けているほか、1975年2002年度に、 発掘調査が実施されている。噴径は円形で直径36メートルを測る。噴球周囲には幅10.5メートル5メートルの周行が、その外側に幅3.5メートルの周包みが巡らされ、周行を含めた直径は46メートル、周包みを含めた直径は53メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、 南方向に開口する。石室全長10.8メートルを測る大型石室であり、石材には安山岩の巨石が使用される。石室奥壁に石棚オフスという特徴を有し、石棚下には派瀬室の亀甲型陶管が据えられる。石室内は洞窟にあっているが、発掘調査では副装品として、多量の水液のほか、小板付銅腕、鉄属、 はじきが検出されている。この久本古墳は古墳時代終末期の6世紀末用マイナス7世紀初頭頃の築造と推定され、7世紀後半頃までの祭祀が認められる。いずれも香川県内では唯一となる石棚付石室、長瀬室喫光型等間、小番付同案の点で特色を示す古墳になる。周辺では巨石墳として小山古墳、 山下古墳の築造も知られるほか、後輩丘陵上では群衆墳が映像されており、久本古墳、小山古墳、山下古墳の3期は一体の市長墓と想定される。また、当地の豪族と北方における矢島城追記との関連性の点でも注目される。古墳域は1975年に高松市指定史跡に指定されている。石室原室中央に石棚。 主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材には安山岩の巨石が使用される。石室の構築に際しては、高麗弱の使用が推測され、原質の奥壁が紛丘の中心として基準になる。原門部の立中石は内側に張り出し、その上部には、 マグサイシを置くという吸収系横穴式石室の特徴を示す。また専門に毛立中石が認められ、沿道部は複質構造の全室のような形態をとる。専門立中石は関数塚古墳でも知られ、関係性が指摘される。また原質には奥壁に接する位置に石棚を付し、石棚を有する石室としては、香川県では唯一の例になる。 両側壁にかけて渡した一枚石を棚とし、床面から棚下は1.7から1.8メートルを測る。石棚の多い九州、紀伊地方では石棚を奥壁、両側壁に組み込むのに対し、中国、四国地方では石棚を両側壁のみに組み込んでおり、本古墳も校舎の例に属する。棚下では口述の派生室等間が据えられることから、 この石棚は棺を日差し状に覆う役割とされる。原室内の石棚下には、派生室陶管が据えられており、確実な端室陶管の湿度としては、香川県では唯一の例になる。喫香型陶管であり、たい幅は1.5から2センチメートルと狭いものになる。当該時期の陶管は、山和地方に集中し、本古墳の陶管も、 狐塚二号横穴の東岸と似ることから、山和地方との関係性が指摘される。石室内は洞窟にあっているが、発掘調査では次の副葬品が検出されている。蒸気のうちでは特に銅案が注目され、銅案の湿度は香川県内で唯一の例になる。銅案は仏具であり、機内との結びつきや仏教文化の影響を示す、遺物になるが、地方では、 豪華な食器として使用されたと推測される。山下古墳は、久本古墳の北約600メートルにある古墳。史跡指定はされていない。墳球報土は、ほとんどが流出しており、元々の墳形は明らかでない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材はすべて安山湾である。 原質の規模は一体の古墳では最大であり、原質の天井石は巨石一枚で構築される。副装品はつまびらかでない。山下古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。